はい、行きましょう。品詞と空と説のところですね。ここでは品詞について勉強します。で、ここで出てくるのは全部丸暗記せえと、そう言ってるわけじゃないんですね。こういうのを知っておくと今後文法を勉強していく上で結構まあ役に立つことが多いよと。特にね、形容詞と副詞の違いとか、そういうのは知っておくとかなり英語の勉強、文法、特に文法の勉強がはかどるんですね。ここでやるのは丸暗記するっていうよりも、あ、こういう知識があるのかとか、あ、そうやったんやとか、そういうのをね、確認して今後の勉強に活かしていこうと、そういうところです。で、まず品詞やけど大きく分けて8つあるんですね。名詞、代名詞、形容詞、動詞、副詞、前置詞、接続詞、簡単詞と1個ずつ確認していきます。まず名詞は一言、物とかね、人の名前とかやけど、名詞って名詞って一言で言うけど、実は英語では5種類分けられてるんです。特にこの加算、不加算、数えられる、数えられへんということです。この数えられるとか数えられへんっていうこの分け方は英語の学習ではすごい大事になりますよね。だからしっかり把握しておこうと。まず普通名詞、普通名詞はもう普通のものの名前のものです。だからもう下の4つ以外と思ってもいいです。普通のものの名前だからペンとかですよね。こういうの普通名詞っていうと、その次に出てくるのは集団名詞。集団名詞って何やっていうと、もうその名の通り何かの塊とか何かの集合とか、そういうのを表しているのを集団名詞って言います。クラスみたいなのはそうですよね。クラスっていうのは40人ぐらいの人が集まった集合体、塊やから、そういうのは集団名詞に入ると。物質名詞、物質名詞っていうのは一定の形がないもんや思ってください。一定の形がないもん、だ例えばペーパー、紙ですよね。これっていろんな形があると、一言で紙って言ってもマニー、お金とかもそうですね。一定の形が決まってないの、こういうのを物質名詞って言います。その次、抽象名詞、抽象名詞っていうのは形がないものです。例えばラブ、これ愛ですね。愛っていうのは一定の、これもまあ一定の形がないと物質名詞みたいやけど、その概念という考え方みたいな、抽象名詞っていうのはそういうやつなんですね。そもそも形がないもの、一定の形がないっていうよりそもそも形がない、ラブには形はないですよね。そういうのを抽象名詞って言います。最後、固有名詞、これは人とか国の名前ですね。地理的な名前だ、トムとかカナダとか、そういうのが固有名詞になります。で、ここで大事な、最初言った通り数えられる、数えられへんの見分け方。普通名詞、集団名詞は数えられます。物質、抽象、固有名詞は数えられませんと、この区別がとても大事になります。その次、代名詞、代名詞は一回出てきた名詞を省略みたいな感じで言い換えるときに使うんですね。キャサリン、キャサリンとか出てたけど、2回目からは C の彼女で言い換えようと、ね、ペンとか出てたけど2回目からあれのザットで言い換えようとか、そういうのを代名詞っていうんですね。これあれそれどれとか、そんなんですね。その次、3つ目、形容詞。形容詞っていうのは、これ実は役割意外と明確にできてない人も多いんで、もう一回確認しておくと、形容詞っていうのは名詞を修飾するんですね。名詞を修飾、修飾っていうのは飾る、つまり詳しく説明するんです。例えばビッグドッグみたいな文章があるんですね。大きな犬、このビッグっていうのはドッグを修飾してる、詳しく説明してるんです。ドッグっていう犬はどんな犬かっていうのを詳しく説明する、大きい犬みたいな、こういう名詞を修飾するのを形容詞という歌ですね。 OK でしょうか。その次に、動詞には B 動詞と一般動詞が英語でありましたね。 B 動詞というのは状態を表すような動詞でしたね。彼は学生ですみたいな、性質とかね、この花は美しいですとか、 am, as とか、その過去形の was とか were とか、そういうのが B 動詞でした。あの一般動詞というのは動作を表すやつでしたよね。動作だから read 読むとかね、 drink 飲むとか、 eat 食べるとか、そういう行動、動作を表すのが一般動詞でした。その次、副詞。副詞って何やっていうと、形容詞とちょっと似てないけど、決定的な違いは、副詞っていうのは主に動詞とか形容詞とか他の副詞とか、そいつらを修飾するんですね。形容詞は名詞を修飾したと、
副詞は動詞、主に動詞、あと他にも形容詞とか副詞とか、その辺を修飾する言葉が副詞だったんです。で、例えば Walk slowly、 これは Walk slowly、 ゆっくり歩くっていう風にこの動詞の Walk にかかってるんですね。ゆっくり歩くと、こういうのを副詞と言います。で、動詞を修飾してたら間違いなく副詞なんですね。その次、前置詞。前置詞っていうのは名詞の前に来て意味を付け足すやつです。意味をなんか付け加えるやつと、名詞の前に来て意味を付け加えるやつ、 in the box、 箱の中とか、ね、そういうのを前置詞っていう。接続詞は語と語とか文と文をつなぐ役割を持ってましたね。語と語とか文と文、そういうのを接続詞って言いました。例えば and とかありましたね。 He is a doctor and 金持ちみたいなね、そういう語と語をつないだり、俺は飯食う、そして彼女は本を読むみたいな文と文をつなぐのもあります。最後、簡単詞。簡単詞はもう感情を表す表現ですね。あーとかおーとかアウチとかウプスとか、そういうのを簡単詞って言います。これはまあそんなにね、英語の文法では出てこないので、そんな気にしなくていいんじゃないでしょうか。じゃあそれを踏まえて、こいつらは一体どういう品詞なんやっていうのをある程度見分けられるようになりましょう。一番がもしかしたらめちゃむずいかもしれないですね、この中では。Kindness。で、これは意味知ってる人はもういけるんですね。 Kindness は親切っていう意味です。親切ね。で、これ知ってたらもう名詞っていけんねんけども、で、まあそのですね、意味知ってたら名詞の中でも何名詞でしょう、これ。 Kindness は Love みたいなもんですね。形がないもんやから、これは抽象名詞です。で、このここに注目してほしいんやけど、英語では ness ついてたら名詞の確率がもうほとんどです。ほとんど名詞です。なんでこの ness 見るだけで名詞だと。で、 kind はそういや親切なっていう意味があったなと。まだ親切なの名詞形は親切やなと、そういうふうに判断すると答えを導けるんじゃないでしょうか。2番、 these。 these はこれ、これらっていう意味でしたね。これら、 this の複数形です。やから代名詞ですね。3番の oh、 これはもうあーみたいなものですね。簡単詞です。もう詳しくは説明しません。4番の pretty は pretty girl とかいうように少女を修飾してますよね。可愛い少女、つまり名詞を修飾してるから形容詞です。こういうふうに見分けられる。 am はもう言うまでもないですね。 am は is やから be 動詞。 of はこれは前置詞ですね。アポー、これも普通の名詞だから普通名詞ですね。リンゴです。ファースト、これはこういうふうに I run first とか言うと速く走るですよね。だからこれは副詞ですね。こういうふうにして考えます。次、トム、これは固有名詞ですね。人とか物、人とか地理の名前は固有名詞です。次、10番ファミリー、これは家族ですね。家族やけど主に何名詞になるかっていうと、これ集団名詞ですね。兄ちゃん、父ちゃん、母ちゃんみたいな風に集合でできてるから、これは集団名詞です。11番 but、 しかし、しかしはこれは接続詞ですね。文と文をつなぐ。12番 water、 water はこれは名詞やけど、水やから名詞やけども、特に何名詞かっていうと一定の形がないですよね。なんでこれは物質名詞です。ペーパーみたいなもんですね。次、13番 he、 he は、彼なんで she みたいなもので代名詞です。14番の walk、walk は歩くっていう動詞、動詞の中でも状態じゃなくて動作を表すんで、これは一般動詞ですっていうふうに見分けられます。まあ、別にここは正直見分けられなくても、テストの点には響かないと思います。ただ
今後文法を学んでいく上でね、品詞を理解しておくとかなり勉強が早くなる。特に形容詞と副詞の違いとか、そういうのはとても大事です。で、名詞もこんな5つも分ける必要あんのって思うかもしれへんけど、もうかなり後々の英語の勉強ってややこしくなってくるんですね。動詞に S つけるのかどうかとか、この数えられへん、数えられるとかがすごい大事になってくるんでね、知識としてとりあえずここは持っといてください。でもノイローゼになるぐらい覚えられへんわって言って悩む必要はないですよ。とりあえず、あ、こういう知識があんねんなと。で、必要な時にまた引っ張り出してね、思い出せればいいんじゃないかと思います。ではでは、ノーヒントでできるように、無料塾の問題集などを使ってね、しっかり練習して身につけていきましょう。